英語で意見を言うときに使える表現。どんな場面でも活用できるもの。I think I believe I feel in my opinion. 強い意見を言うときの表現。画像にあるような強調言葉を用いて意見を強く主張しよう。うまく活用してみてね。推測で意見を言うときの表現はあまり自信がないことを示すノットなどの単語を入れるよ。意見がないときは 意見を持っていないことを素直に伝えよう。アイドンと脳は突き放した感じがするから、やんわりと伝えてあげてね。意見はできるだけ述べた方がいいけど、どうしてもない時は会話を終わらせない努力をしよう。多くの表現を使えるようになって、ネイティブへ近づこう。